方ないので一晩だけベッドを交換してみた。最近シオンのベッドがお気に入りのナナ。シオンの部屋に入り込んで使ってます。シオンのベッドが気に入ってしまったナナ、仕方ないので一晩だけ交換してみました。ナナのベッド、シオンにはちょっと小さいけど大丈夫かな。寒くなってきたのでゴローにはシュラフを出したら喜んでました。ベッド使わされ納得がいかないシオン。それでも小さなベッドを器用に使いこなし、朝まで熟睡でした。ななちゃんがね、シオンのベッドにおしっこしてしまったけ。たった一晩交換しただけなのに、ナナにおしっこされました。一晩だけとはいい、半ば無理やり交換させられたベッドにおしっこされ踏んだり蹴ったりのシオンでした。